中日ドラゴンズ31試合10完封負け、名古屋グランパス16試合1完封負け。今年のグランパス強いから。完封負け10回、ホームラン6本、異常だよこのチーム。中日の攻撃はグランパスに任せるか。名古屋グランパス3位、中日6位、意外と中日悪くないや。野球は点の入らないつまらないスポーツだからしゃあないわ。1点入れた時の嬉しさが大きくなるからセーフ。よく野球サッカーの対立煽りで、サッカーはろくに点が入らないからつまらないって煽られるけど、あれ中日バカにしてるよな。ハムファンがビシエド使わんならよこせよって言ってたわ。昨日のアリエル見てウキウキやったからな。ユンカーとビシエドトレード不可避。アンチオツ、サッカーにはスコアレスドローがあるから。中日はサッカーをしていた。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。